はい、どうも、こんにちは。デジラボの TT と、夜でーす。はい、ということで、今回も2人でね、対戦やっていこうかと思います。はい、お願いします。もう見しちゃってた。はい、じゃ今回使うデッキなんですけど、皆さんありがたいことにね、めちゃくちゃリクエストいただいてたんで、今回はね、黒ハイブリッドデッキを使っていこうかなと思います。はい、黒ハイ普通に強いなら、最近こう、ちょくちょくいろんなところでも結果を出してきている黒ハイ。はい、ありがたいことにね、なんか、いろいろね使ってもらってるみたいでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、今回頂点までね新しくサイバードラゴンエースが出たんですけども、うん、まあ、こいつの効果がすごい黒灰と噛み合ってる部分が、ね、めちゃくちゃあるんで、なるほど、テーマもまあ出せる効果があったりするんでね、今回はこちらのサイバードラゴンエースを使って黒灰マザー使っていこうかなと思います。はい、対する僕の方は黒灰硬いんでね、はい、パワーでご了承していきたいと思います。リバイアモンのワニデックですね。いやー、そいつはねやばいんだよな。はい、やっぱ状況的にも多分黒ハイ結構テーマが動くこと多いんで、うんうんうん、そうですね、そうリバイア X の効果が結構使いやすいかなって、テーマもポン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 出てくるんで、そうなんですよね。こっちまあちょっとまあ多分ね動きの中で見れるとは思うんですけど、基本的にこのねマインドリンク持ちのテーマから進化して最後ターン終了時に効果で出すって感じなんで、でテーマ使い回せるんだけど、まあ、それを餌に出てくる、そう餌にされるとね、まあ、パクパクされちゃうんでね、ちょっとサツキがパクパクされないように気をつけながらねやっていこうかなと思います。はい、お願いします。じゃあせーの、ダイスボール 1!3! くそー、先行は絶対に俺が取るぜ。せーの、デジタルゲートオープン。じゃあ先行いただきます。なんだこれ、おー、いけるか。エクスペスノボンでゼロコストで再建も2進化します。はい、進化時ワンドロー、まあ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 、3コストでバイオレットメモリーブス4枚をケルベロモン X 交代ラボモンラブラモン再建も、いや、ここはケルベロモン X 交代を回収して、はい、ラボモンラブラモン再建もの順でデッキ一緒に戻して3でお渡しします。はい、3でもらいます。お気持ちでドロー。はい、育成ベースでマザーネリパフ化してメインになります。まあ、こっちはちょっとやることこれしかなくなっちゃったんで7コストで豆を登場します。いやいや、そんなに5月の、こっち進化時登場時5枚オープンします。ないんかいテーマ、これはでかいぞ。ちょっとしんどくなりましたね一気に。でその後上か下か好きな順番でまあ戻せるんですけど、下に戻して4で返します。はい、4でいただきます。アクティブラッシュのドロー。では、育成サイケモン前に出ましょう。はい、では2コストを支払ってサイケモンをドーベルモンエクスポ隊に進化します。はい、進化時ワンドロー、進化時効果発揮しますと、ワンドローしてその後1枚発揮なので、じゃあここでリバイアモン X 交代を発揮します。よいよいよい、発揮したんでツノモの効果でワンドロー、3コストでケルベロモン X 交代に進化します。進化時ワンドロー、進化時効果でワンドローして手札からセブンストライクニングを発揮します。では5コストを支払ってリバイアモンに進化します。はい、進化時ワンドロー、では豆も消滅させます。はい、で相手の字も消滅したんでメモにプラス1して、これで3でお渡しします。はい、3でもらいます。アクティブなしでドロー。はい、やばない。いや、やばない。いやいや、一応今ここでもうデジモンかテーマが登場するとリバイアクス進化できます。そう、いやもうやばいんだよ。6コスト洗ってメルキュエモン登場します。はい、効果で、登場時進化時にデジモン一体にブロッカー付与できるんでマザーデリパーにブロッカー付与して再生返します。はい、ではアクティブなしのドロー規制入ります。ドロー、でゼロコストでラブラモンに進化します。進化時ワンドロー、リソンプーディング進化します。はい、2枚オープンします。サイケモンとラブモンだな、サイケモンよく出てくるな。確かに。ここは殴る理由が全くないんで、ね、2コストを支払ってラブラモンでドーベルモンに進化します。いやーもうこれで1で交代します。そんな1が1から景色せずに殴ってきてくださいよ。1コスト上がってラプラスの場使います。はい、相手のデジモン一体にメインフェーズ開始にアタックする効果をハイブリッドでリバイアモンに付与します。はい、で3コスト洗ってメタルグレモン、やだなそれ、メタティブアンドロー、でメタルグレモンの効果でこいつも進化時にブロッカーを自分のデジモンに付与できるんでマザーに付与して3で返します。はい、3でもらいます。いやここでリバイアモン取られちゃうか。そうですね。ではこれでアクティブなしのドロー、XA ドーベルモン前に出ましょう。はい、では、さっき言ったラプラスの魔の効果でリバイアモン1万3000でセキュリティ2チェックいきます。はい、まあ、さすがにこれは止めざるを得ないんで、ね、まずはデブロックします。はい、じゃあ消滅します。いやーきつい、それはきついな本当に。いやー言うてこっちもテーマ出てないからきついんだよ。本当はねもうテーマいるんだろうなと思うから殴らせたいんだけど、ダメなんだよな、リバイア X が落ちちゃってるから。
X 個体プロトフォームを使用します。ドーベルモンをケルベルモン X 個体に進化させます。その時に支払う進力マイナス12コストで進化します、はい、進化時ワンドローでその後進化後に入ります。では、ケルベルモン X 個体の進化時効果発揮します。ワンドローして、手札1枚の覇気できるので、リバイアも X 個体を切りましょう、はい、でその後、X 個体のハルクで登場時効果を切りしています。トラッシュからレベル3の紫のカード登場できるので、ではここでリサイケモンを登場させます。なるほど、はい、ドーベルモン進化モン効果で、効果で自分のデジモン登場したんでワンドローします、はい、では、その後、ケルベルモンじゃなかった、ドラグラモンの効果でメモリープラス1強いな。で、手札発揮したので、ツノモンの効果でワンドローもらい強いな。ボコスと違ってもう一度リバイアも進化しましょう。いやー、無理か。ワンドローでメダルドレモンを消滅させてメモリープラス1、これで、2で渡します。はい、2でもらいます。アクティブなしでドロー。育成フェーズでまたリバーそのままでメインが入ります。はい、ダメっすね。え、強いっすわ。3コスト上がって、玉姫サスケを置いて、1で出します。はい、1で、いただきます。ドロー。じゃあ、育成入ります。スノモン。はい。0コストで、ゴブリモンに進化します。進化時、ワンドロー。リバイアモン、セキュリティアタックいきます。1万3000で、セキュリティ2チェックいきます。その時、ケルベロモン、エクスポーターの効果で、サイケンを消滅させて、アクティブします。はい、1万3000の2チェックで。チェックします。デスボン。いや、飛ぶんかい。いや、飛ぶんかい。やばすぎ。その時エクスポータイプロトフォームの効果使用します。自分の効果以外でバトルエリアを離れる時、死んだものからカード1枚を手札に加えられるのでよし動画になるぞ。やばいってケルベロモンエクスポータイを回収して、はい、そのままエクスポータイプロトフォームをセキュリティの上に、はい、そのまま消滅します。いやありがとうか。これはやばいな。これは神が俺に味方したかもしれない。強すぎないですか。ニコスレイだ。ウィザのプレイになる。しよしよし、やめない。はい、おっぱい。いやー、X 交代飛んだか。ゴブリモンだけ回収します。はい、X 交代プロのフォームをデッキ下で、これで1でお返しします。はい、で1でもらいます。ドロー。育成そのままメイン回ります。月にメモリ増えなかったって考えれば。そうっすね。いや、言うてでかいな。これは3コス洗ってセキュロドマン進化します。はい、でワンドロー。で、そのまま魂の字に入ります。進化時効果発揮しないで、そのまま魂の字効果でサツキを登場させます。はい、リバイアいないうちにね、登場させないとね。そうですね。で、2で返します。2でいただきます。ドロー。いやー、やばい。じゃあ育成ゴブリモン前に出ましょう。はい、じゃあウィザードトレーニングリレー効果使います。ゴブリモンを、ガルドモンに進化させるとき、シャガル進化コストマイナス2、0コストでガルドモンに進化します。進化時、はい、ワンドロー効果で、ワンドローして1万8バイレットメモリーブーストを破棄します。はい、ゴブリモンの効果で手札破棄したんでメモリープラス1、ツノモンの効果でワンドローもらいます。はい、ゼロコストでガルドモン X に変化します。はい、ワンドロー効果で2枚ドローします。イルモンと、セブンスライトニングを破棄します。はい、でその後、進化元に、ガルドモンがいるでメモリープラス1、X 交代プロトフォーム使用。いや、まだあんのかい。進化後に X 交代がないデジモンに使用できるので、ガルドモン X 交代をケロベロモン X 交代に進化するとき、力の進化コストマイナス2、マイナス1、2コストで進化します。はい、進化時、ワンドロー効果で進化後に入ります。では、ケロベロモン X 交代の進化時効果でワンドローして、もうさすがにいられない。リバリアも X 交代で破棄しましょう。はい、その後、登場時効果発揮できるんで、トラッシュから、じゃあ、お互いのトラッシュ20枚以上になっているギルモン登場させます。おっと。で、速攻付与します。はい。早いな、もう速攻お待ちか。では、ビソムトレーニング、ディレイ、はい、使用します。では、ドーベルモン、X 交代に進化するとき、支払う進化コストマイナス2、0コストで進化します。進化時、ワンドロー、効果で、ワンドローして、ビソムトレーニング、はい、切ります。ターンコストで、ダボモンに進化します。なるほど。進化時、ワンドロー。ではレベル4以下のデジモン登場お願いします。はい、じゃあメルキューモンをレストで登場します。はい、ではその時、ダボモン効果使用します。はい、相手のデジモン登場したのでこちらもレベル4以下のデジモン登場させるのでドーベルモン登場させます。効果でブロッカーをダボモンに付与、はい、します。で相手のカードが、登場したので進化元じゃないトラッシュにあるリバイアモン X 交代のトラッシュ効果、いやー強いなー、ここでリバイアモン X 交代に進化します。
新たちバンドですね。でその後カナダのが、福岡で登場したんでドーベルマンエキスポーターでメモリープラス1、はい、します。福岡で相手のカードの方の色で、玉姫さつき消滅、まあ、その後357消滅させることができて、対象いないので、では今度はセブンスタイルにの方が対象します。敵騎士に戻して L46 消滅できるのでセビロとも消滅です。はい、OK でございました。リバイオン X 砲対1万4000でセキュリティアタックいきます。アタック時ドーベルモンを消滅させてアクティブにします。はい、1万4000の3点チェックで、いやーすごい。じゃあここはカウンタータイミングやるしかない、はい、サイバードラゴンエースにブラスト進化します。はい、頼むサツキ怖かったから何か来い。ワンドローでサイバードラゴンエース効果デッキの上から5枚オープンして、その中の黒のテ、トレボス4以下のテーマを登場させます。はい、でその後テーマがいれば対価が入るんだよね。はい、さあこの5枚に運命はサツキュー出たけど、これ出ても別に反応ないもんな。反応ないです。じゃあサツキを登場させます。でその後この順番で上に戻します。はい、で、対価の対象は当然リバイア X、 対価1位ですか、ね、対価1位です。はい、ではこのまま、7000で1点1点にガルドモンのアタック効果がありました。あ、そうか、失礼しました。はい、こちらも、ワンドローして、ドーベルモンを破棄します。7000で1点お願いします。チェックよりテイマーがめくれたので最悪だトラッシュからリバイアモン X 交代に進化します。進化時ワンドローでさらにセキュリティアタック追加で2点発生するようになったので、このまま2点目チェックお願いします。おいバカ野郎。前に、あ、前に進化時がありました。相手のカードの幅を見るので、でこれは有利に消滅させます。はい。でその357でサイバードローも消滅させて、終わった。3。いやー。2点目チェックで3点目でサツキ。はい。では、リバイアム X 交代14000でもう1点いきます。はい、マヨモンですね。ではギルモンで速攻を得てのねラボモンで、はい、レアダイレクトアタックで、いやーちょっといろいろ裏目つ止めたつもりがまた出てきた、出てきたっていう、まあそうだな、ちょっと最初のマヨモンでテーマめくれなかった時点で育成あでしたもうちょっとここにいるってこと考えて行かなきゃならなかったのかもしれないけど、あそこは行くしかなかったんだよな。いやー、辛すぎる。やっぱリバイアモン完成するとめちゃくちゃ強いですね。こいつ、バケモンですよ、本当に。本当にバケモン。やばいな、ちょっと圧力、なんか、マザーで圧力かけるつもりが。リバイアの圧力に屈してしまったな。ダイソール、6、8、ここもらいます。先行でいきます。せーの、デジタルゲートオープン。では、先行いただきます。はい。育成になります。スマモンで、はい、ゼロコストでゴブリンに進化します。はい、進化時。ワンドロー2コストを支払ってドーベルモンに進化します、はい、進化時ワンドロー2で渡します。ではもらいます。ドロップ育成フェーズでマザーデリパー付加してメインされます。はい、これしかないかな。5コストでハイパードロのエースを早速登場させていきます。はい、5枚オープンしてその中のテーマカード登場できるんで、じゃあサツキをそのまま強いってます。この順番で上に戻します。はい、で3で返します。3でもらいます。ではアクティブなしのドロー鉄瓶に行くか、ドーベルモン参りましょう。はい、ではゼロコストでドーベルモン X 交代に進化します。はい、進化時ワンドロー効果で、ワンドローしてセブンスライディングを破棄します。ドーベルモン効果で、メモリープラス1、はい、スノモンの効果で、ワンドローします。で、進化元にドーベルモンあるので登場時効果を発揮できるので道連れを付与します。はい、3コストを支払って、ダゴムに進化します。はい、進化時ワンドロー今は効果なんもないです。いやーけど早いな。5コストを支払ってリバイアムに進化します。進化時、はい、ワンドローでそのままサイバードラムを消滅します。はい、オーバークロー3で、その相手のデジモンを消滅したのでメモリープラス1、はい、このままリバイアム1万3000で、セキュリティ2チェックいきます。はい、チェックします。1枚目バルキリーエース、2枚目デジモンカイザー登場します。はい、早すぎる。少し払ってバイオレットメモリーブース終了です。はい、4枚オープンして、はい、X が落ちてないのがバイオレットメモリーブース。はい、これで3で渡します。3でいただきます。アップ出してドロー、リセフェイス、じゃあ、はい、バイオレットマイラーしてメイン開始に先の方が自分のデジモンがやるんで、あ、アイドルデジモンがやるんでメインプラス1します。とりあえずサツキを3個差ってスペキュラともに進化します。はい、ワンドロー、進化時効果で、相手のデジモン一体に、このデジモン、メインフェイズ返しにアタックする効果を、はい、リバイアムに与えます。はい、
サンコストメタルコン強いな、それマンドロ効果でマザネバにブロッカーを見ようで、今はまだ X 手がないんで、くそあのうちにこいつのマインドリークを解除しましょう。これで2で返します。2でいただきます。パッチブのドローが育成入ります、はい。が、リバイアモンで、ね、まあまあしょうがない、セキュリティアタックいきましょう。絶対ブロック、強い。なかったに処理されちゃったな。いやいやいや、まあまあまあ、本当はね、これでカウンターがあればさらに良かったんだけど、ゼロコスでゴブリモンに進化します。はい、しかしワンドロー、あ、では、バイオレットメモリーブーストリレー使用します。なんだってアンコストを支払って、ラブナモン登場します。はい、手札を1枚破棄することでトラッシュから、魔獣型か新人型戻せるので、手札から、リバイアモンエクスポータイを破棄してトラッシュから魔獣型のドーベルモンエクスポータイを回収しましょう。落とさないでくださいよ。エクスポータイクロードフォーム使用しましょう。マジか、はい。ラブラモンをドーベルモンエクスポータイに進化するときに、支払う進化コストマイナス1します。1コストで、ドーベルモンエクスポータイに進化、はい、進化時ワンドその進化元に入ります。はいはい、ドーベルモンエクスポータイの進化時効果でワンドローして手札からヒルモンを破棄。なるほど、はい。その、エクスポーターで3つ量を付与します。はい、ダンコストを支払ってしまうダゴモに進化します。はい、しかしワンド、まあ、投票させるカードがないのでこのまま3でお渡しします。はい、3で割ります。アクティブフェーズでアクティブでドロー、はい、エクセルフェーズで孵化してメインに入ります。つまりこれマインドリンクで解除するとリバイアクスが反応しますっていうことですよね。2コスト払ってメルフィルモに進化で、はい、進化でワンドロー、進化で効果でブロッカーをマザーデリバーに付与します。はい、1コストラプラスのマンを使いますよ。ダゴンを選択してダゴンにメイン開始に強制アタックの効果を付与します。はい、さらに3コストでマメモンに進化で進化時ワンドロー、進化時効果5枚オープンして、まあ、テーマガイドなんつってくだろう、できるやつ。いや、えぐいな、この恐ろしいな、それはちょっと欲しいは欲しいんだよな。サイドライス、デクス、デクスの順で、はい、上に置きましょう。はい、で、端子のうち回避はしません。これで3で渡します。なるほど、では3でいただきます。ではゴブリモン前へ行きます。はい、しょうがない、このままダゴモンで、セキュリティでいきましょう。はい、じゃあカウンタータイミングはスルーで、でブロックタイミングでマザーディーパーでブロックしましょう。はい、では消滅します。その時、エクスポータイプロトフォームの効果でドーベルモンエクスポータイを、手札に戻してエクスポータイプロトフォームをセキュリティの上に、でこのまま、バトルで消滅します。はい、じゃあレベル5以下のデジモンが消滅したんでデジモン解除の効果ベストしてワンドルします。はい、じゃあこれですね、デジモン解除でメモリプラス2しないと。あ、そうだ、忘れてた、失礼しました、視聴者の皆さん。さて、でもこのデッキは彼でも全然ね、リバイエクスまでつなげられるのでマジ行きましょう。引けるかどうかの問題なんだけどな。ではエクスポータイプロフォームを使用します。いやなゴブリモンをドーベルモンエクスポータイに、進化する支払う進化コストマイナス11コースで進化します。プロトフォームが強すぎる。しかし、はい、ワンドロー、その後進化元に入ります。では進化力効果ワンドローして手札エルニングを切ります。はい、でその後エクスポータイがあるので、道連れを付与します。はい、手札空きしたのでツノモンで、ワンドロー、はい、ゴブリモンでメモリープラス1。いやー、まあ、この欲しいカード引けなかったので2コストを支払ってエビソムクレーに入賞します。はい、今よ、では、クルベロもエクスポータイ回収して、ガルドもデッキしたりこれで1でお渡しします。ダッシュのジップマインドリンクを解除します。はい、クソ、レベル3とレベル5がいればな。そう、レベル5を控えてたらちょっとね、ここもやらなかったんだよね。じゃあアクティブフェイズでアクティブになります。はい、ドロー、育成フェイズはそのままで、メイン化しサスケの効果相手のデジモンがいるんでメモリプラス1します。はい、殴りたいけど殴りません。サーコス洗ってディアドラモンエースに進化します。いや強いな、ワンドロー、で進化時効果でトークン、ディアドラモンの効果で、進化時にトークン出します。はい、で、エースの効果、効果でデジモンが登場した時に、レベル、コスト3以下のデジモン消滅なんだけどディアドラモン1体ごとに選べるレベルの上限がプラス2されて今7まで焼けます。で、ね、消滅。ではエクスポータイプロトフォームの効果ですね。強すぎる。でもだからゴブリモンを手に取って回収してエクスポータイプロトフォームをデッキの上に、デッキのセキュリティの上にとも消滅します。はい、さらにマイモンの効果、効果でほか自分のデジモンが出たんで、自分のデジモン1体にブロッカーを付与できるんでマザーデリバーに付与。はい、さらにデジモン改ざんの効果、レベル5以下のデジモンが消滅したんでレスしてワンドロー、これで1で返します。はい、1でもらいます。アクティブなしのドロー、クセが入ります。スノモンで、ゼロコストでゴブリモンに進化します。進化時ワンドロー、2コストでドーベルモンエクスポーターに進化しましょう。進化時ワンドロー、これで1でお返しします。はい、1でもらいます。アクティブなしでドロー、ステレイス、マザーデリーパー前に出しましょう。はい、でメイン入ります。ただプロトフォームを
そこでやってる状態で手札に加えていいのかどうか、よくねえみたいなと考えてもな。クイーンズ内のプロトコル確定なんで。行きましょう。で、2コスト洗って、殺境メルキュールまで進化。はい。で、進化時バンドロー。進化時効果。自分で自分一体にブロッカーを増えていけるんで、マザーズリッパーに増やします。はい。3種の時に、殺境のマインドリンクを解除して、1で返します。はい。1でいただきます。出なくて、いっか。それで出ません。はい。出ないので、3コストを支払ってラブラムを投入します。はい。投入時。手札を1枚破棄して、フラッシュから、魔獣型が新品型を持つカード回収できるので魔獣型のドーベルモン1体を回収しましょう。はい、あ、これで終了です。2でもらいます。はい、出ましてドロー。エクセベイズ。じゃあマザーデリパーを付加してメイン開始サスケの効果、アイドン自問題で無理プラス1してメインにします。はい、殴りでーす。どうぞ殴ってください。いいですよ。嫌だなー、そこを見ましょう。行きましょう。はい、ディアブロのエース、セキュリティアタックいきます。はい。アタック効果、トークンが出るんで、またトークンをポイントさせます。はい。で、ディアブロのエースの効果で消滅。で、さらに豆モンの効果で、まずは一体にブロッカーを付与。はい。で、さらにデジモンカイドの効果で、レベル5のデジモンが消滅したんで、そしてワンドロー。はい。で、1枚戦で1点。はい。これは、プロトコンです。プロトコンですね。はい。ブレイモン7000、セキュリティアタック。はい。これも、プロトコンです。はい。じゃあサツキを2コスト払って、はい、ブロッドモンに進化します。進化時ワンドロー、はい、でさらに2コスト払って女神対1投入します。で端子の時サツキのマインドリンクを解除、これで1例返します。はい、1例もらいます。ドロー。ドーベルモン X 個体前へ出ます。はい、これ X 個体プロトコンを使用します。はい、ドーベルモン X 個体が、ケルベロモン X 個体に進化するとき、支払う進化コストマイナス1、2コストで進化します。進化時ワンドローで進化効果が入ります。はい、進化時効果で、ワンドローして、ではディバイアモンエクスポータイを破棄します。はい、でその後、エクスポータイがあるので、登場時効果発揮しできるので、トラッシュからレベル3、ゴブリモン登場させます。はい、前回元のスノモン効果、手札発揮したんでワンドロー、はい、ゴブリモンでメモリープラス1、はい、ドーベルモンエクスポータイの効果でデジモン登場したんでメモリープラス1。はい、で、じゃあこちらですね、今度ディアボレンスの効果で効果でデジモンが登場したんで、今9まで消滅できるんで、そのままケルベル X を消滅させます。そうだった、忘れてたんかい。はい、じゃあ消滅。そうやっちまったー。今だな。そう、そっちやったとしても、でダゴモンだったとしても問題ないかなと思ったんで。なるほど、今回は進化元から消滅、ドベルメックス交代を回収して、プロトフォーム上、はい、残りで消滅。うわー、許せねえ。まだトレーニングとゴブリムが残っている。ではビスタムトレーニング、はい、起動します。リリー使ってゼロコストでノーベルモンエクスポーターに進化します。はい、進化時ワンドロー、効果で、ワンドローして手札からメモリーブーストを切ります。はい、手札空きしたんでゴブリムでメモリープラス1、エクスポータープロトフォーム使用します。ノーベルモンエクスポーターをケルベルモンエクスポーターに進化させるとき、進化コストマイナス1、2コストで進化します。進化時ワンドロー、スマホを入れるぞ。結局入るんかい。ドーベルモン X 抗体の効果でワンドローして、では、リバイアモン X 抗体を破棄します。はい、スマホ登場時効果発揮できるので今度こそ20枚以上になったので、もう一度覚えてますね。ギルモン登場させます。はい、ドーベルモン X 抗体の効果でメモリープラス1。いやバグってんな、やっぱり。はい、X 抗体プロトフォームショートします。まだかい。ドーベルモン X 抗体に進化するとき違う進化が1コストで進化。進化時ワンドロー、ここでワンドローしてもういらない再建を、はい、で今のままで聞いて道連れをノーベルもエクスプライで付与します。はい、まあ、ブロッカーはバザーデリバイ。なるほど、スライドに変わりはないんだよな。いや、そう、こちらもね、まさか初心者の時期あそこでなんとかなるかなって思った部分もあったんで、ちょっと舐めてました。これはちょっと反省だな。そんな強かったのがリヴァイアは。そうやってですよ。本当に強いな。3コストで、ダブルに進化します。はい、ワンドロップで3で渡しましょう。はい、3でいただきます。アクティブフェイスでアクティブドロー。これはもうフェイスまたで前出しましょう。はい、でメイン開始サツキの効果でメモリープラス1で、はい、プロトフォームで別が殴るとプロトフォームはどっちか飛ぶけど、その代わりリヴァイ X になって場面が飛ぶ。3コスト払ってディアボロモンエースにした進化でワンドロー。なるほど、ネバーエースの効果でトークンが出ます。はい、で今5、7、9、11、13まで焼けるんで、まずこちらの方で、ダコモンじゃないや、ダコモンか、ダコモンを消滅させましょう。はい、ドーベルモン X 抗体を回収して、プロトフォームセキュリティの上で消滅します。はい、で、続いてもう1体のネバーエースの効果で
もう一回そいつを消滅に行こう。ドーベルもエキスパート回収してプロジェクトの上でどうすんだよあれはよでさらに、前もの効果で今回でデジモンが登場したんで、マザーデルパイにロッカーを付与します、はい、でさらにレベル5以下のデジモンが消滅したんでデジモン回復してワンドロします。あの3枚はプロトフォームで確定死なないことが確定してるから、はい、逆に言うと安全に殴れるっていう状況ではあるんですね。あっちももうデッキが少ないから、はい、あんまりガッツリ動くとしたらもうあと1回が限界です。そうですね。今さら、まあ、3枚とかカバップっていうのを踏まえても、いや他殴りいきましょう。やばいです。セグリティアタックいきます。はい、叩く事故がトークンをまた登場させます。はい、で1枚戦で1点、はい、そうです。はい、このメール級でもセグリティアタックいきましょう。はい、プロトフォームです。はい、フロットモンもセグリティアタックいきましょう。はい、プロトフォームです。デオコントーク3枚セグリティアタックいきます。はい、チェックします。また未公開ですね。そうですね、4点です。はい、消滅。よし、これでトークンが大丈夫ですね。ディアボロトークン3年でセグリティアタック。はい、はい、最後の3点です。はい、消滅した。もう一発トークンでセグリティアタック。はい、ガルル、まあもちろん登場するカードはないです。はい、消滅します。したら、ロックスとなってクオートも進化します。進化にワンドロー、でマザーデリバーは自分の効果だったら受けるんで、はい、全てのカードがレストします。で2枚進化で、レストされている自分か相手の場の数かけて、2枚ごとにメモリープラス1するんで 1,2,3,4,5 なんでメモリープラス5で、はい、0枚ですね。でこいつはレスト、アタック時にレストさせている、お互いの場の数、まあ、カードに数かける、はい、まあ、5枚につき2枚破棄できる、あ、1枚破棄できるんで2枚破棄して、はい、アタックします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっともう2枚は辛いって本当に。ディアボロがヤバすぎるマジで。そうですね、今回はディアボロエースをね先に立てて、うん、ある程度圧かけてたからだいぶ遅らせたけど、でも一回ちょっとねプレミアもあったと思うんだけど、そこかまたねなんか2体稼いでなると思わなくて、いや俺もマジでビビったっすね。しかもトラッシュにねたまたま今回ハイブリッドというか、まあ、レベルも落ちなかったからよかったけど、落ちたらそこから行きましたもん。そう、行きましたね。何も仕事できなかった。いやマジか、危なかった。もうなんか本当マインドリンクも出すに出せないから、うん、ね、なんか基本使い回してね、なんか安心安全って感じのデッキだったもんで、それを封じられるとねやっぱちょっときつかったですね。いやでも見事リバイ X がないタイミングとか出しても安全なとこをうまく突かれてったなっていう感じだったんで、うん、はい、もうそこはずっとビックしてました。あとは、まあ、やっぱ今回の MVP はディアボロエースでしたね。間違いない。はい、ということで一応黒灰は、まあ、マインドリンクテーマを使い回しながら、まあ、マザーにブロッカーを付与しつつ、まあ、強制アタックで、まあ、ブロックしたり、うん、まあ、エース構えてエースにしていくって感じでやっていって、はい、で、まあ、ちょっとね今回リバイア X が相手だったこともあってあんまりテーマを並べづらかったんだけど、うん、本来であれば、まあ、結構そのさっきのマメモンとかサイトラとか、あとまあスダシのテーマとかで自分の盤面、うん、トークンとマザーとテーマで埋めていって、まあ、さっき動画で見せた通りクォーツモンで締めるっていう感じの動きになってますね。クォーツがなちゃんとな黒ハに合ってるんだよなでそれに対して、ね、そっちはそっちでもうパワーで力で押し切ってくるから、まあ1号を超えれないデッキではあるけど、でもめちゃくちゃ辛かったっす、ね、そうに。はい、ということでもう二度とやりたくない組み合わせになりましたね。多分もう二度とねこの組み合わせは動画上で見られることはないと思いますので、はい、この動画面白いと感じていただいた方はまあなんかレアだったなと思っていただける方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、もう疲れたんで終わりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。